ザマジックナンバーズは、イギリスのロックバンド。二組の兄弟によって結成され、2005年にデビュー。ロメオ・ストッダートとミシェル・ストッダートの兄弟と、ショーン・ギャノンとアンジェラ・ギャノンの4人により、2002年に結成される。その後、インディーズレーベルのヘブンリー・レコーディングスと契約。2004年11月には、発音源となる、限定版の7インチシングル、ヒム・フォー・ハーを発表し、また、 ケミカルブラザーズのアルバム、プッシュザボタン収録曲、クローズユア,アイズにゲスト参加。2005年5月、正式なデビューシングルとなる、フォーエバーロストを発表。同年6月にデビューアルバム、ザマジックナンバーズを発表し、全英アルバムチャートで7位に達した。この年には、フジロックフェスティバルにも出演。2006年1月に発売された、ティームバックリーとジェフバックリーの、 トリビュートアルバム、ドリームブラザー、ザ・ソングズ・オブ、ティム・アンド、ジェフ・バックリーに、ザ・マジック・ナンバーズは、ティムのカバー、シング・エソング・フォー・ユーを提供。2月、フランツ・フェルディナンドの日本武道館公演で、オープニングアクトを務め、単独公演を行った。また、ロメオは、ジェーン・バーキンのアルバム、フィクションズに、スティール・ミー・ア・ドリームを提供。同年11月、セカンドアルバム、 ゾーズザブロークスを発表前衛11位に達した。2007年11月、キーインが主催してブリックストンで行われたウォーチャイルドのためのチャリティコンサートにペットショップボーイズやリリー・アレン等と共に出演。その時の模様は2008年に d v d キーインプレゼンツナイトフォーウォーチ4イルドとしてリリースされた。2010年7月、 約4年ぶりのスタジオアルバムザ・ランアウェイをリリース。また、ロメオはエドウィン・コリンズが同年にリリースしたアルバムルージング・スリープにゲスト参加した。2012年、ミシェルがカントリー色の強いアルバムワイド・アイド・クロッシングを発表してソロデビューを果たす。バンドとしての活動も継続し、カエタ・アノベ・ローゾのトリビュートアルバム エイトリビュート2参加エターのベローソに、ベローゾのカバー、ユードンとのお目を提供。2014年、4年ぶりのアルバム、エイリアスを発表。ありがとうございます。